はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずサジタリアス・ゾディアーツを倒して、東の方へ行こうということになったので、多分こっちの道ですね。まあいきなり敵また出ましたけど、ガガ3体か。これは楽勝だな。イエーイ。お、ゼロがレベルアップした。東とか言われてももうどっちがどっちだかって感じですかね、これ。お、なんか GT スーツみたいなの手に入れた。ガガ2体か。さらばだ。本当はボス戦前でなんかいろいろフォースとかもボス用に付け替えた方がいいんでしょうけど。おっちゃん大丈夫か。ああ今ちょうどグールのも片付けたところだ。おかげで腹いっぱい。ふう、食った食った。しかしさすがにあの数は答えたな。セブン、あんたは足を怪我しているんだ。あんまり無理はするな。しかしなぜグールの 大群に襲われたんだ。メデューサの仕業だ。ここで追い詰めたんだがな、グールをばらまいて逃げちまいやがった。メデューサはメイジってやつを探していたようだ。まだ近くにいるかもしれない。手分けして探そう。わかりました。ヒーローたちとビーストたちは二手に分かれてメデューサとメイジの捜索を開始した。メデューサとメイジ。これよりミッションを開始する。お、ガデラーザがいる。一瞬で死んでったな。ん？こっちは一周回って終わりか。あれ？結局なんもない。こっち ダイナマイト。こいつのチップまだ手に入れてないっすよね。手に入れた。なんか言えば手に入るな。お、グレムリンだ。ふふふ。グレムリン、ハロー。そこをどけ。あちこち嗅ぎ回っているようだね。サバトを止めたいらしいけど、そうはいかないよ。やはりサバトを開くんだな。ふふふ、なんだ知らなかったのか。まあいいや、計画は至って順調だからね。お前だったのか。さあどうだか、行くよ。はっ。うわー、えやー。うお、サバトを開かせるわけにはいかない。グレムリン戦か。バスターソード、ハイパーバズーカ、スタンシロスタン。うわ、ひるんだ。こっちがやられた。結局もう回復に回らなくては。おお、めくらまし。何何、惜しいスタンした。回避率がちょっと高いか、こいつ。ロックオンしましょう。今のうちに攻撃をしたいけど。ウルトラキック戦法。狙いを定めて。わあ、早い。エネミーラッシュか。スタンしねえかな。普通の衝撃か。スタンしないね。
うお、死んだ、マジか。俺はまだ、俺は飛べる。それでもどうするか。ここはちょっと一旦クワンザの発動のサイコフレームの蘇らせるか。無駄無駄。ユニコーンの攻撃無効化はいいですね。命中率が元に戻ったか。まあいいや、ちょっと2ターンラッシュで型をつける。ライザーソード、ユニコーンコンボ、シャイニングエメリウム、こいつは使えないからヒールレイン。高速で移動を始めた。マジか、やばいやばい、かわされるぞ。うん、そんなことはなかったな。危ない危ない。グレムリン、おお、こいつも退場か。まあ、サジタリアスゾディアーツは退場してないけど。へえ、噂通りの強さだ。今回はこれぐらいにしておこう。それよりいいことを教えてあげるよ。サバコと、サバトを開こうとしているのは白い魔法使いさ。何？面白くなってきたよ。ふふ。待て、逃げられてしまった。なんてやつだ。相当ダメージを与えてるはずなのに。黒幕は白い魔法使いか。サバトが行われるのは確実らしいな。ああ、まだ何か 裏がありそうな気もするが。とにかく情報の裏付けが欲しい。やつの言葉を信じるなら、やはりここは白い魔法使いを優先して探そう。うん、なるほど。まあグレムリンはそんな強くなかったですね。ちょっと回避率が高いくらいか。あー、アイテムがもういっぱいだ。アイテム整理もな、ちょっとめんどくさいといえばめんどくさい。おお、やられてる。はっ、明治ワイズマンの意志を阻む者は許さん。う、何を、お姉ちゃんの仇。えい、ー、はっ、わあ、メイジくはっ、わあ、ダブオ、ははは、ぐは、誰だ、大丈夫か、みんな、ウィザード来てくれたのか。ああ、やっぱりサバトのことが気になってね。面倒なのが増えたか。はっ、うー、よし今だ。でもウィザードは戦わないっしょ。やった、ファーストアタック取ってくれた。バスターソード、マグナムのひるみ、ひるみじゃなくてサン、早い。まあいっか。うお、やべえやべえやべえ。おっしゃ、スタンした、ナイスナイス。こっからだな。アストラで上げて、ネテ、アストラで上げて、スタンが取ってた。おお、グールを呼び出してきたか。次で、でもちょっとラッシュをかけよう。トランドも発動させよう。フルサイズフレーム、アストラ、ダブルアクション。うわ、ちょっと結構食らうな。やばいやばいやばい。うん、でも使おう。 OK、 3サクッといきましょう。サクッと、一応こいつはもうヒールレインだな。1万って。クワンザムコンボ。いや、ウルティメイトゼロでいいや。よーしよーし。
もうあとは攻撃でいいだろう。よしよしよし、もうサクサクいっちゃいましたね。メデューサ、これいらない。オノレ、だがワイズマンがお前たちを許してはおかない。メデューサ、ワイズマンも申し訳ございません。もういいのだ、お前は十分働いた。は、しかし今ならヒーローどもも消耗しております。始末するには絶好の。お前の役目はもう終わったのだ。消されそう。ワイズマン、ワイズマンはその姿を白い魔法使いへと変えた。白い魔法使い、ワイズマンが白い魔法使い、そんな、今まで私はたぶらかされていたのですか。嘘だと言ってください。魔法使いは4人揃った。今までご苦労だったな、メデューサ。ワイズマン、白い魔法使い、こちらにいらしてたんですね。よくやったメイジ、君はもう立派な魔法使いだ。さあ私と来い、君にはまだ使命が残っている。はい、使命が残っている、それはどういうことだ。白い魔法使いは私に力を授けてくれたの、メデューサを倒すために。なら目的は果たしたはずだ。これ以上こいつに従うことはないだろう。それは彼女が決めることだ。さあ行こう。待て、白い魔法使い、お前はサバトを開く気なのか。何、あの日食を見て気づいたのか。なかなか勘が良いようだな。サバトを開いてどうする。リジェスのために大量のファントムを生み出すのか。ふふ、ははは、ファントムなどに興味はない。この際だから教えてやろう。サバトを開き、このキューブの連中を強制的に絶望させ魔力を高める。魔力を集める。賢者の石にな。賢者の石、ああ、十分に魔力を吸収した賢者の石は世界を飲み込み、生と死を反転させるほどの力を持つ。そんなものがあるのか。それをどうするつもりだ。もちろんリジェスに捧げその力とする。リジェスに。さて、この話をした以上この場で始末した方が良さそうだ。お前たち、おお、メイジがいっぱい出てきた。あなたたち、ガーッ、メイジ、ガーッ、どうしたっていうの。あなたたち、私たち3人仲間だったじゃない。サバトのために必要なのだ。少々手荒な真似をさせてもらったよ。洗脳したんだな。なんてやつだ、許せない。黙れ、目障りだ。くはは、はうわ、やめろ。うん、うわ、サバトには人柱となる魔法使いが4人必要だ。人柱、魔力に優れた魔法使いを人柱にすることでより強力なサバトを開くことができる。もちろんその4人の中にはウィザード、お前も含まれている。お前たち、ウィザードを連れていくぞ。はい、う、来い。やめて、暴れるな。く、行っちゃった。メイジ、ウィザード、遅かったか。大丈夫か。ああ、セブン、しかしウィザードとメイジが白い魔法使いにさらわれてしまった。なんだって、なんでそんなことを。マジかよ、こうしちゃいられねえ。おい、やつはどっちへ行った。テレポートで逃げられてしまった。足取りがつかめない。とにかくできることは何でもやろう。俺はグリフォンちゃんだ。ビーストは使い魔のグリフォンを召喚すると白い魔法使いの捜索を命じた。そうだな、俺もビートルフォンを出そう。アクセルも白い魔法使い捜索のためビートルフォンを放った。よし、俺たちも行こう。待て、その体じゃ無理だ。一旦拠点に戻った方がいい。しかし、たった今別動隊に連絡を入れた。バースたちも白い魔法使いの追跡を優先するそうだ。そうですか、兄さん、わかりました。一旦拠点に戻ります。おお、仲間から外れちゃったよ。使ってないけど今。
拠点に戻ったヒーローたちはキューブ内の状況を光に報告すると、すぐに再出撃の準備を始めた。バース、メテオ、アストラ、ビギナギナが別動隊として白い魔法使いを追っている。彼らと連携してサバトを阻止、およびウィザードたちの救出を急げ。了解。そうだ、ビースト、グリフォンからの知らせは？まだだ。アクセルの方はどうだい？ビートルフォンからもこれといった情報は来ていない。とにかく私たちも引き続き共に行こう。ああもちろんだ。サバトを阻止せよ。強制的に戻されたからな。とりあえずアイテムは預けていきましょう。結構いっぱいある。ガッツスーツ、まああんまり強くはないといえば強くはない。ゲートポート、とりあえずこのままさっきの先へ行けばいいのかな。とりあえずじゃあまたアクティブクロークを使っていきますか。ミノフスキークラフトも使ってと。ではゴー。ビースト、グリフォンからの知らせはないか？今のところないな。アクセルの方はどうなんだ？俺の方も特にないな。とにかくまだ捜索が済んでいない場所へ行こう。とりあえずこの奥ですかね、行ってみましょう。普通に強制的に拠点に戻されたかな。とりあえずノーエンカウントでガンガン行って。ちょっと待って、グリフォンちゃんが何か見つけたぞ。お、グリフォンから送られてきた映像には白い魔法使いが映っていた。白い魔法使いだ。ウィザードやメイジたちは見当たらないな。けど白い魔法使いさえ倒せばサバトは防げるはずだ。うん、その場所へ急ごう。お、なんだなんだこの船の音は。空の様子も変だぞ。まさかサバトが始まったっていうのか。なんだなんだ、何が起こる。あの光は？どの光？光の柱が4本。あ、あの光ね。確かサバトを開くには4人の人柱が必要だと白い魔法使いは言ったんだな。あ、じゃああの光の元にはウィザードたちが。あくまで推理だがな。ならば別動隊にあの光を調べさせよう。そう言うと太郎は別動隊に連絡し、光が出ている場所へ向かうよう指示を出した。よし、じゃあ俺たちは白い魔法使いを倒しに行くぞ。ガガガガガー。うわくくわ。う、なんだこの絶望感は。まさかサバトの影響で。どういうことだ。サバトはそこにいる人々を強制的に絶望させる儀式だと言っていたな。ああ、ウィザードに聞いた話だが、ゲートは絶望するとファントムを生んで死ぬが、魔力を持たない連中も同時に死ぬというのか。最悪な。サバトの影響はエリア全体に及んだ。敵味方なくあらゆるものが絶望に苛まされた。ガガガ。なんだ。ガー。ん？はあ、何これ。おい、なんだこの絶望的な感覚は。
嘘だろ、勘弁してくれよ。くわ、なんだこの感じは。ダメだ、俺はもうダメだ。どうすりゃいいんだ。どうやら自由に動けるのは俺だけのようだ。なぜピストだけ？多分俺が魔法使いだからだろう。しょうがねえ、俺一人でなんとかする。すまねえが、しばらくの間耐えてくれ。待て、俺たちも行く。今まで俺たちは何度も絶望に直面してきた。だがその度に打ち勝ってきた。そうだ、この程度の絶望でむざむざ負けてなるものか。お前ら、そうか、そうだよな。よし、全員揃っていこうぜ。ヒーローたちは強烈な絶望感に襲われながらも強靭な精神力で跳ねのけ探索を再開した。え、とりあえず大丈夫？おお、すげえ、もやっとしとる。絶望してるから弱くなってるとかないのかな。はあはあ弱くなってるさすがに強烈だな。大丈夫か？こうしている間にも多くの人々が絶望に苦しんでいる。立ち止まるわけには。ああ急ごう。ふーん、あんなまがいものの日食でもそれなりにサバトは開けるんだ。でも絶望のエネルギーはちょっと足りないかな。ふふふ、グレムリンは大丈夫みたいですね。グレムリン魔法使いなのかな。お、ここなんかありそう。この次か。広場には魔法陣のようなものが描かれている。いいぞ、もっともっとだ。やめろ、白い魔法使い。アーキタイプ、いやビースト。そこまでだ。ヒーローまで。絶望に耐えたというのか。サバトを止めに来てやったぜ。この程度の絶望で我々がひるむとでも思ったか。ふっ、ならばこの場で始末するまでだ。はっ、くっ、ここまで来たのは見事だったが、まともに戦うことすらできないようだな。俺に任せとけ。うわあ、ふん、ターン。ドリアン、アーキタイプごときに。ガー、ビースト、しっかりしろ。ふん、ガー、うー、ダブルオー、はっ、ガー、はっはっは、いいぞ、さらに魔力が集まってきた。ん？何事だ？別動隊が救出に成功したのか？ふっふっふ。ハロー、グレムリン。突然現れたグレムリンの手には賢者の石が握られていた。どういうつもりだ、グレムリン。賢者の石を元の場所へ戻せ。サバトが中断してしまったではないか。もうサバトは十分だよ。僕が代わりにこれをリデスに捧げてあげるね。何？まだだ、まだ魔力は足りないのだ、返せ。ふふふ、待て、仲間割か。とにかく俺たちも追おう。く、見失った。どこへ行きやがった。別動隊からだ。こちらバース、ウィザードを救出した。アクセルの推理通り人柱にされたウィザードがいた。おお、やったか。おう、ビンゴだ。最初に向かった人柱がウィザードだった。ってわけで俺たちはこれから明治たちの救出に向かう。青いやつも緑のやつも元は仲間だっていうから、できれば全員救出したい。そうだな、白い魔法使いに洗脳されているだけのようだ。ならばヒーロー隊は明治たちの救出を手伝ってやれ。白い魔法使いの追跡は私とビースト、アクセルで継続しよう。わかりました。そいつは助かる。残りの人柱は3つだ。手分けして救出しよう。我々はどこから当たろう。そうだな、ここでどうだ。ビーストは、じゃなくてバースは、ヒーロー隊が担当する人柱の場所を指定した。了解した。
それとウィザードは回復のため拠点に戻らせる。タイに加えるならお前たちも一旦戻るといいだろう。よし、じゃあ俺たちは行くぜ。またな。我々も行こう。グレムリンめ、どこへ逃げたというのだ。仕方あるまい、魔法使いたちだけでも手元に置いておこう。うん、戻ったな。